ということですでは4番目いってみましょうということで、えー、泉房穂明石市長、ねえー、パソナは落選中の政治家に対して、その間の生活費用の面倒も見たり,したり,め見たりもしてるんだと。何人もの落選中の政治家が赤石市長の私のもとに訪ねてきて、さまざまな提案、まあ、これはパソナを使ってくれという提案でしょうけどね、それをしたがすべてお断りしたと。 そのうち何人もが今、国会議員や市長などに返り咲いているだからどうこうはないとは思うが点々という話です。で、えー、明石氏はパソナに仕事を頼んだことはないし、明石市長に当選した直後に声がかかって、まあ、社長と食事をしたことが一度だけあるけれども、それっきりだよと。 個人的な恨みなどはないが正直に言うと政治家や官僚たちがやたら忖度するのが近くで見ていて不思議でならない何かあるんだろうかという極めて意味深なツイッターを上げてるわけですがねこの意味深ぶりはあ吉田さんにちょっと解説してもらおうかなと思うんですけどねこの解説僕はあの長尾先生の方ができると思いますよ。<laughs> <laughs> まあねそうかもしれないですけどね。やりましょうか。じゃあ、長尾先生、お願いします。いや、泉市長、よく存じ上げていて、泉市長が言う通りです。パソナに落選してから世話になってる議員、落選議員、多いです。なるほどね。現実お世話になっってて私が知いるでは 2>, あ2人、えー、今、市長をやってますね、あ<ー>その市長、市が、まあ、パソナーであの市民化の、うんおまあ、採用しているかどうかはちょっと分かりませんけど、あとはねあの、ヤフーとか、うん、あとはソフトバンク、あとは LINE。

あの、自分があの、創立に関係した、あの、インターネット会社関連の。うん、会社の、まあ、自分が創立に関わったところの、社長室長やってたんで、うん、こういうところにはお世話になっておりません。<laughs> 今もお世話になっておりません。なるほど。そうなんですね。はい、まあ、あの、そういうお世話がね、全部ダメだとは当然思わないんですよ。 でえー、その本当にね、この人を当選して頑張ってもらいたいと思って、その個人的に支援してくれるとかっていうお金持ちの人がいたりするっていうのは、ありだとは思うんですけれども、問題は、あ <coughs> ね、そ,れそういう形でその世話をしていることが、そのビジネスとのパターンになってるかどうかっていうところであってで、むしろそういう世話をされたら、そこからは仕事を受けない。 えー、そういうことができるんであればあ受けてもいいよみたいなねなんかねそれぐらいのその何て言うんですかねな倫理観は、まあ、持ってもらいたいなというのは思いますよね。いやいやいやまあやってることが全部違法というふうにはならないんでしょうけれども <laughs>、うん、なんかねちょっとね許せんなみたいなところがあります。 で個人的にはねあの、こういうのを新自由主義だって言うんだと思ってる人がいるんですけど、あのこれ、市場競争を阻害することをやってるので、これをあの新自由主義だというのは、それはちょっとあの新,新自由主義批判としては適切ではないよというのも、一言付け加えておきます。では、5番目ですね、えー、飯田哲成さん、ねえーまあ、環境運動家なんかでちょっと有名な人ですが。 えー、北朝鮮の発熱患者120万人超とのニュースを見て最初に思ったことは日本は北朝鮮より PCR 検査体制が劣っているのではないかということというどこからこんな発想が出るんだという非常に不思議な感覚だったりするんですが、まあ、この辺はねちょっとね私にはちょっと想像ができないんでこれやっぱり吉田さんにね えー、ご説明いただきたいなと思ったんですけど <laughs> これあのだ、誰ですか、この人。僕知らないんですけど。<laughs> あっ、木田哲成さん知らないですか、えー、あの環境運動家みたいな人ですあ<ー>あ。太陽光発電やれみたいなのとか、まあ、それから原発はだめだとかっていう、うん、そういうことで前からあの活動してる人ですね。まあ、だから要するに、こう、いこういう人は、だからその陰謀論をすぐに信じちゃったり。 要するに、普通の事実を見て、普通の判断ができない、典型ですよね、うん、<で>そうですよねツイートしてしまうんだから、うん、恥ずかしいと思ってないわけですよ。うんうん、自分が適切で妥当な判断ができてないっていうふうに思ってないから、うん、もうね、満点かにこういう。 だから、ねの、要するにこういうことを言う人を皆さん信じてはいけませんよって僕は言うしかないですよね。そうですよねカだから <laughs> <laughs> そうこれね、僕に非常に不思議なのは、いや、さすがにリベラルって言われる人たちでもね、大抵の人は常識持ってると思うんで、こういうのを出たら、聞くと思うんですよ。<laughs> さすがにでそれがねそういう感覚がなくこういうことが平気で言えちゃうっていうのが非常に不思議なまあそういうセンスをしてるなという、えー、思った次第でございます。ただ単純に日本が嫌いなんじゃないですかこの人は。うんそうなんでしょうねきっとね、うん、まさにその通りでしょう,と,うと。謙虚深いですねあのまあ丁寧にお答えすると。うんあむ無,無理やりねあの、うん、変なことを自分の主張に。 こじつけたいいっていうね要するに PCR 検査してほしいんでしょう,んうん、うん、まあそうかもしれませんが、でも日本でも今ね、あの無料で、えー、PCR 検査やるようになって、しかもなんかキャッチセールスのご,ごとくにですねた、ただでできますからやりませんかみたいな、<laughs> <laughs> そこまでしてやる必要あるのかよみたいなことが行われてたりもしますよね、不思議な感じだったりします。 さて、えー、だいぶ、えー、終わりの時間が近づいてきたんですが、まあ、ここでですね長尾隆の「俺にも言わせろ!」に、えー、移りたいかと思います。あちなみにですね私、連絡をし忘れておりましたけれども、吉田浩一郎のこの人物の「ここが好き!」はですね、はい、ちょっと中野区長選挙が終わるまで、ちょっと吉田先生、大変お忙しいので、はい、それまではあのお休みです。はいえー、亡くなったわけでではありませんので えー、選挙後にはですね、えー、必ず再開させていただくということになりますがあ皆さんよろしくお願いいたします。さて、それで長尾隆の「俺にも言わせろ」ですが今回は朝日新聞の記事ですよね。はい、えー 明日あこれは5月14日の記事なんで、明日沖縄復帰から50年という、まあ、そういう題になってるんですが、基地7割が集中、地位協定の改定も実現せずということで、沖縄は相変わらずいじめられているんだという、まあ、そんな感じの記事だったりするんですが、ぜひ長尾先生、ズバッと言ってください。この記事は、まあ、もう多分 視聴者の皆さんは長尾がああ,あのことを言うんだろうなと、まあ、ご想像もつくと思います、えー、基地7割ということの、まあ、印象操作を改めて、えー、また証拠でもなく今回繰り返しやっているということですね。えーでまあ、米米軍軍基地には、うん、もうのの専用の施設と 共用施設とあと、まあ、一時使用施設と、まあ、それぞれいろいろカテゴリーがあるんだけれども米軍だけが使っている専用施設専用施設これだけを、まあ、分母と分子でカウントをすれば70.4%になりますとこれはあくまでもあの面積の話ですね、うんえー、ただですね。 あの全体、つまり専用施設、あと共用施設、あと一般利用施設、つまり全部を合わせたら22.68%ですよと、うん、えつまりあの沖縄に集中しているものだけを分母分子に持ってきて、数字を高く持たせると。この手法はねもう毎 今年この時期にこの話が出てきて僕らも毎年同じことをえ言っていますねそれでもまた毎年こういった7割7割の話が出てくるのでえあえてあのここで紹介させてもらいました。最後にやっぱりあの米軍基地があれなかれ、えー 日本がちゃんと軍隊を持つようになったとしてもおそらく沖縄に、えー、基地が集中するんだと思いますこれはもうこの元とこのまザーのにかかわらず地政学的にはご負担をいただかなきゃいけない地域なので、えー、我々も沖縄が負担をしてくれているから日本の全体の安全が確保されてるんだ、まあ、そういう見方 はしていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。はい、えー、私もね、それ全く今同感でして、えー、まあ今日ちょうどね、あのこれに関連する YouTube を自分の個人チャンネルでも上げたんですけれども、うん、岸田総理がですね、まあ沖縄のあの基地負担軽減に全力で取り組むみたいなことを。 まあ、無責任にもまた行って、ですねで結局、何にもやらないんでしょう、あなたっていう、やるんだったら、それよりも、ねえー、そのものすごい負担をかけていることをもう本当に心苦しく思うけれども、そういう国際環境の中で、えー、それはもう、えー、そういう役割をここの地域以外で担うということができないことがあるから、あそこをきっちり理解して くださいという、そういう説明の仕方をやるべきなんじゃないのみたいなことをです、ねまあ上げたりしました、でこのき記事は全体的にいい悪意に満ちていて、ですね例えばですが、えー、復帰後のこの50年間に、例えば米軍関係者の刑法犯の検挙数は6068件って書いてあるんですよ。ねえー、で、そうすると、50年間でだから1年間に120件ぐらいずつずっと起こってるかのように、まあ、見えちゃったりするじゃないですか。 でところが、そんなわけはなくてというか、まあ、その沖縄復帰直後の頃は相当大変なことがあったし、えー、まあ凶悪犯と呼ばれるようなものも割と多かったんだけれども最近は本当減ったんですよね。 えー、もうとにかく問題を起こすなということでの、この、えー、日本政府の、まあ、この点に関しては私、努力していると思うんですけれども、働きかけもあって、えー、相当に、えー、起こっているし、またその沖縄に住んでいるその米軍たちも、ですね、えー、その例えば道路の清掃を一緒にやったりというような、そういうことで、えー、地元に溶け込むような努力もいろいろしている。でそういうういいことというのを ちゃんと評価をしないで、まあ、とにかくひどいひどいひどいをどうすれば強く言えるかということだけ考えて記事を作っているというのがこれがあの朝日新聞のやり方で本当にフェアではないひどい新聞だなということを、まあ、改めて感じたというところがあります。すいません私最後ちょっと長くしゃべりすぎてしまいましたが、えー、本日のドン引きニュースこれにてえ終了とさせていただきます。 えどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。したはい、皆さんありがとうございました。吉野県区長選挙頑張ってください。<し>稲垣淳子さん頑張って。